この気になるけど気にしない感じ。何がお父さんの真似した今。ミミちゃん、久々に目玉焼きで楽しんでるの？そう、忘れたわこの感触。やっぱり休日の朝は。2週間ぶりぐらいちょっとして。そう、お父さんとお母さん忘れてた。しまったまんま忘れてた。物陰に隠れちゃう。物陰。半陰に隠れ。半陰に。さんお顔が見えませんよ。これでどう？ヌルスタジオ。ヒヤヒヤ。あごのあごの力はそりゃ。しかも卵もちゃんと回収して。強い強い。あれあったパンは？お父さんから取ったパンは？ここにあったね。俺から取ったらもうなんか用なしなのかよ。ね。お父さんが持ってるなら気に入らない。じゃあ落としたから。気に食わないわ。横に振ったら耳みたいに。めっちゃついてますみたいな。お父さんの髪の毛がさっぱりしてるね。んーちょ、あんたのスイッチがわからないの。何に反応してるの。アラブルミ。ん、ミミブルアラちゃんなの。さ、ミミブルアラよ。ミミって言うのかい。贅沢な名前だね。今日からお前の名前はミだ。割と見だけどね、みーちゃんだね。あタフタフのチェック。あんたさ、タフタフ超少なくない？ね、なんかなんかツイッター界を見てるとさ、もっとビラビラしてる人もいる。ね、ワンちゃん、ワンちゃんいっぱいいるよ。そうあんたのビラビラでなんか少ないよね。年取ったら増えてくるんじゃない？そういうこと？そう、と思ってる。かわいい。耳ひっくり返ってる。歓喜よ。あんたのその表情大好き。どの表情？かわいい。ねえ、京都さんいて嬉しいね。なんでいるのかしら。早くいなくなる。なこと思ってないけど。でも素顔。ねえ、お父さんだよ、ミミちゃん。伊藤さんに伊藤さんやられて気持ちいいでしょ。かわいい。さ、私が耳。ん？フェイシャルマッサージしてあげようか。気持ちいいね。気持ちいい。ここで、ここ気持ちいいし、ここ。ここ気持ちいいし。気持ちいい。ん？顎下気持ちいい。気持ちいいの。気持ちいいんでしょ。もう表情に出てますよ。真顔やんけ。猫みたいにゴロゴロ言いたいわ。言ってるね。あーあー。うん？みーちゃんどうしたの？フェイシャルマッサージしてほしいの？何これ、何この顔。見て、長い口がすごい。こんな長くなるんだよ。ほら、マックス。なんちゃら女だね。口だけ女。お父さんの遊びに付き合うの疲れたわ。じゃあね、視聴者の皆さん。
今日はこの辺で。また見てね。何その顔。ミミさん、はい、はい。この問題分かる人手を挙げて。はい。私の名前はミミです。父さんの真似してんじゃないこれ。鼻ポチ。ミミちゃん。やめた。かわいい。何がそんな不満なのあんた。喋れるようになりたい。ねえ、あんた。ボイストレーニングよ。喋れるようになったら相当うるさいやん。それお父さんとお母さんこんだけうるさかったら私もうるさく。ねえ。会話の絶えないお家だね。おしゃべりだ。トーカティブだ。あんたそんなお父さんと添い寝するようなすれを学んだの？違う。そどっち？視聴者の皆さんがお父さんのこんな下からのアングルを見たいかどうかちょっと分かんないけど何でそれ隠したの？マスク目かマスクマスクみたいなマスクしようマスク効果を狙ってみみちゃんもう一回さ添い寝してよお父さんに何する？うれしそう。お父さん寝てない。うん、みーちゃんみんなでお昼寝しようよ。